キセリまたはキセリまたはキッセルはとろみのあるフルーツ料理でデザートまたは飲料として供される。キセリはモルスのように甘くしたベリー類のジュースからなるがコーンスターチやジャガイモデンプン、クズウコンなどでとろみをつけてあり赤ワインや生のフルーツまたはドライフルーツを加えることもある。デンマークのロドグロド、ドイツのローテグルュッツェとよく似ている。 スウェーデンのブレアーゾッパモービルベリーを用いて同じように作る。キセリは音声でも冷静でも供されるが、どちらも甘くしたクワルクやセモリナプディングが添えられる。キセリはパンケーキに乗せたり、アイスクリームと一緒に食べたりもする。澱粉を少なめにしたキセリは飲料として供され、ポーランドやロシア、ウクライナではそちらの方が一般的である。寒い時期に 東ヨーロッパ諸国の家庭で作られることが多い。お湯で溶かすだけで OK な粉末タイプも販売されている。ベルゴロドでキセリを作っている様子。ラジビュー年代記のミニアチュールより。キセリの名前はスラブ語で酸味を意味するキスリに由来し、古いスラブ料理にあった発酵した穀物のカーシャや弱いサワードのことを指した。キセリは997年のキエフルーシの ベルゴロド港とペチェネグの構想を描いた年代記に初めて出てくる。ベルゴロドの食料が月記画が始まると住民たちは老人のアドバイスに従って穀物くずでキセリを最後に残った蜂蜜種から甘い飲み物を作った。さらに見せかけだけの井戸を二つ掘り、それぞれの底に置いた木桶にキセリと飲み物を満たした。そして住民たちはペチェネグの大使を町に招き入れ、 大使の目の前で、偽の井戸からキセリと飲み物を組み上げてもてなした。大使は、井戸から食物が出てくることに大いに驚き、それを聞いたペチェネグは、ルーシ人たちが大地で自らを養っていると恐れ、方位を解くことを決めたという。現在では、ポーランドの多くの家庭で、伝統的な作り方ではなく、インスタントミックスを使ってキセリを作っている。人気があるのはポーランドではイチゴ。 グースベリー、ラズベリー、ロシアでは、クランベリー、サクランボ、レッドカラントである。リトアニアでは、クランベリーのキッセルがクリスマスイブの夜に食べる伝統的な食事、クーシスで供される。フィンランドでは、野山ですぐに見つかり手に入りやすい。ビルベリーや、プルーン、アンズ、イチゴでキッセリを作る。とろみは加えるデンプンの量によって大きく変わるが、 とろみが弱くスープのように飲みやすいものからゼリーのように固くスプーンで食べるものまである。ルバーブを使うこともあるが大体は酸味を和らげるためイチゴも加える。プルーンのキッセリは伝統的にライスプディングと共にクリスマスに食べる。ミルクのキッセリは砂糖を加えてバニラで風味をつけた牛乳で作る。ロシアのおとぎ話では魅惑の国には キセリの岸辺を流れるミルクの川があると描かれる。この表現は、ロシア語で、豊かな生活、または、地上の楽園を意味する熟語になっている。ポーランドとロシアでは、桃園のものを指すのに、キセリの上に水7杯という言い回しがある。ロシア民話では、ベイン編集のベルリオカの中に、豆のキセリの話が登場する。ありがとうございます。